はい、現在11時39分、水着に向かって下ってます。ちょっと一瞬道が本当かどうか迷って焦ったんですけど、間違いないみたいですね。あ、バッテリーが。はい、現在降りてきて15分ぐらいかな、水着ってなってます。で、こっからまた小屋に戻って、左のコース、やぶさわですね、降りたいと思います。あ、中島とかすげえ遠いんだ。行きましょう。11時49分、水日って言っても乾いてて、ここらしいここらしいと。あ、こっちなのかな。でもとりあえず水が濡れてる雰囲気が、あ、ほんとだ。この辺が多摩川の一滴だそうです。この辺がそうらしいです。水着に来ましたけど、水が乾いています。よいしょ。ここを138キロ、138キロ、日が当たるとすごい天気暖かいですね。で、現在ですね11時52分で1865メートルぐらいのとこをさっきの山小屋に向けて歩いてます。こうやって頂上、確かに風が冷たいんですけど、日が当たっててもうそんなにきつくないです。またじゃあ、もちろんここなんていうんですか、アルプスとか富士山の風が来るんですけど、ただ本当にそよ風、もう風速 1,2 メートルぐらいなので、歩きやすい、あと下りなんで、で体調は万全ですけど、お腹すいた、やバナナ2本とコーヒーじゃ、なんだろう、カロリーはすぐ消えちゃうんですね。あ、ここでもまた分岐が来ましたね。で、今度こっちですね、作業平口に来て行きます。こっちでも行けるんですけどね。こういう遊歩道はやっぱり気持ちがいいですよね。ただ足元やっぱり霜が降りたやつが溶けてるんで、ぬかるみが危ないです。で、ここがスキー場のような急登ですね。なんで登ってくるルートとしては、山小屋からトイレのところ多分右に曲がるとここに来るんで、で最後のもう岩みたいなところを通らずに上がっていくこともできるんじゃないですかね。で、せっかくですね、岩場がいっぱいあると思ってグローブしたんですけど、工事用のグローブだとやっぱ蒸れて暑くて、で今こんなところなんで全然平気ですね。で、頂上寒くないんで、このまんま本当にこのロングスリーブとジムで着るような T シャツ1枚で、歩いてます。あったかいです。で、やっぱり高機能 T シャツなんで、汗を逃がし体温温存っていうタイプなんで、ベタベタにならない、そういうのいいですね。いやー、でもそうだな、紅葉がもうまだ終わっちゃってんでね、紅葉が終わっちゃってるんで、なんかブログの人を見ると10月の20日とかその辺がなんかピークみたいなこと言ってましたね。なので、あと1週間遅いともう無理みたいな。で、人によってはもう11月の1週目では散ってたってなるんで、ただこの季節もよっぽど嫌な天候じゃない限りは歩けると思いますよ。今日みたいな日も出るのが、家出て5時20分ぐらいに出て、一回この腕時計を忘れて戻って、で山梨の中央道に乗るのをミスしてぐるっと回って、コンビニ行ってトイレ行ったりとかしたんですけど、
で、多分45分ぐらいロスしてるんで、実際は、なんだろう、2時間半ぐらいで着くのかな。で、上野原から、その丹波ってところまでの峠道が、ものすごい峠道なんですよ。今回初が、中央道乗ったの初。それから、上野原口から降りて、丹波の峠通った、あんな道らしい道じゃないような道を通ったのも初めて。で、ここの30度ぐらいある急道を登ったのも初めて。でもいい経験になりました。で、このままさっきの作業小屋、かさとり小屋に着いて、まあちょっとお茶でも飲めたら、お茶して降りて、今12時なんで、ここを2時半ぐらいに出れればいいかなと思ってます。さっきの人たちあの急登降りてきたんだ。あれがそうですね。いや、あの急登降りるのは大変えらいきついんじゃないかな。かさとりの底のトップから本当の頂上、標識あるところまですごい岩なんですよ。で、そこで手ついて、もう、飛び箱みたいに上がらなくちゃいけないところがあって、で、ちょっと右足かな、上がるのミスしてつっちゃいましたね。つま先伸びたまま戻んなくて焦りましたけど、ああ、やばい、どうしようみたいな。まあ、そんなこともある。やっぱりここは、まあ、登りそうだけど、やっぱり下りがきついですね。はい、12時2分で1840メートルのところを水日と山登るところの分岐を今分かれてきて、上であったおばはんたち、中年の人たちとすれ違いましたね。で、GoPro のバッテリーが、4本持ってきて、すでに3本目です。あと1本はもうリザーブ中のリザーブですね。この1本で最後のエンドまで取れればいいんですけど、やっぱ寒い分ですね、バッテリーがの持ちが早いですね。持ちが早い、出たぬかるみ、霜が溶けるからぬかるみが出てきちゃうんですね。あ、ここか。はい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 。うわ、あれ、疲れたか。ここを登ったのか。はいはいはい、ここか。はいはいはい、さっきの分水嶺ですね。分水嶺に来ました。小さな分水嶺。でも多摩川の水があっち方向に流れてるんじゃないのみたいな。でもなんか今日はすっごい天気が最高、素晴らしい天気です。おお、来た来た。さあ、いよいよ分水嶺だ、到着みたいな。今ここなんで、こう見るとそうですね、とても行く気持ちにはなりません。 2000m なんで、かさとりよりもあれですね。ああ、富士山登ってる人が見えません。なので、つばくら山になんて行けないので、このまま先の部屋に行って休憩したいと思います。お、ここ皆さんいますね。
よいしょ。じゃあオイラも。します。